はい、もう一回。ちょっとじゃあ前来てください。もっとここにボール出しますんで、跳ねてくるボール、それをもうネットのここ狙って打ってみましょうか。ここ、はい、ここにバーンって打つつもりで打ってみましょうか。ちょ、じゃあそのセンターベルト狙って、ね、センターベルトのここ、はい、もう一回もう一回で、今ここじゃなくてここ、肩の高さで、で上げない、上げない上げない上げない、ここからドン、ここからこれはこうではなくて、ここからここで当てて、高さ、あの肩の高さで当てて、そこから下に降りるぐらいの感じ、そうそう、そんな感じでちょっと当ててみてください。あ、なし、こんな珍しいこと起きるんだそう、もうここを狙うぐらいのつもりで、まあ、球出しがうまくいかない。でもうちょっと後ろ、もうちょっと、今ここで打っちゃってる、ここ、目の高さ、もうちょっと後ろ、今ここで打っちゃってる、そう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 、今こうまっすぐ行ったの分かります？もう一回行きます。そうで、若干まあ下がったんですね。このまんまこう降りない、ラケットが降りないでこう前に行けると、今下がった、今下がった、下がってます。そう、今のは OK、うん、OK、 もう一回そこから打ちましょうか。はい、下げずに、うん、ちょっと下がったけど、まあ前に触れてるからとりあえず OK、 今は下がったちょっと下がってる、もう下がってる、そう、そのぐらいの感じ、まだ下がってる、そう、 OK、 それ OK、そう、そんな感じ。高いところで、そう、高いところで取るときはこのずっと高いところで完結するような感じで振っていく方がいい。